愛知県によりますと先月24日に常滑市のマルス常滑駅前店でしらす干しを購入した人からフグが混入していたときのう店に連絡がありました保健所が確認したところマルスフードショップの全8店舗で先月24日からきのうまでに販売されたしらす干しと白ちりめん合わせて376キロにフグが混入している可能性があるということです 今のところ健康被害は確認されていないということですが県は絶対に食べずに購入した店に連絡をするよう呼びかけています。